こと言ってて、で自分は日本人だからもっと意味のあるものを、入れてそれを海外の人に届けたらもっとクールじゃんって、でそこでこう海外でじゃあアパレルブランドを立ち上げようと思って、でそこからもう、もう行動ですよ。もう思ったら海外の人に向けたアパレルブランドの夢に向けて英語を学びにフィリピンのマニラに語学留学を決めたのですが、フィリピンにこう行くって言った時にそれこそ親もそうだったし前の会社の人もそうだし友達とかもやっぱり危ないからやめとけよっていう、結構割とちょっとやめとけっていう感じのことを言われることが多かったんですよ当時。そこで住屋さんは生存確認みたいな感じで自分のこう生活をこう動画に撮って家族とか友達とかにこう配信してたんです。するとこの動画投稿をきっかけに思いもよらぬ方向に転がっていきます。バロットっていうフィリピンのストリートフードみたいなのがあるんですけど、なんか半分鳥半分黄身みたいな、でそれを食べてみたっていう動画を上げたら現地からこう急にバズり始めて、はい、その動画がこちらです。普段から結構こういうリアクションなので、多分それが結構フィリピンの方には面白がってもらったのかなっていうのが。このバズりがきっかけである思いが、将来の自分をこう考えたんですよ。なんかこのまま英語を勉強したい、なんか英語がペラペラになった自分と YouTube とかを頑張って日本、フィリピンで一番有名な日本人になった自分を想像したんですよ。なるほど。そしたら、あ、もうこれこの YouTube の方頑張った方がいいなって思い始めてきて、そこからもうフィリピン日本人フィリピン向け YouTuber みたいな感じでスタートしました。語学留学に行ったスミヤさんでしたが、名前を売った方がアパレルブランドの夢の実現に近づくと考え、動画投稿をメインに活動するように。例えばうまい、フィリピンで話題のグルメを楽しむ動画や、人気の曲を歌ってみたなどの動画がバズります。そんな中ある転機がありました。あるテレビ番組のオーディションに参加するっていうのを動画のネタで撮りに行ったんですよ、はい、ピノイビッグブラザーっていう番組なんですけど、参加者が24時間監視された一軒家で共同生活するフィリピンの国民的リアリティショー。これもあるんだけど、それが本当にフィリピンで大人気で、オーディションももう10万人ぐらい世界からこう受けるような、はい、結構大規模なオーディションだったんですよ。そのオーディションに、まあ通っちゃった、すごい。なんと動画のネタのために参加したはずが10万人超えのオーディションを勝ち抜いて出演することになりました。一軒家の中にこうカメラが360度ついていて、こう24時間こうずっと録画され続けるみたいな。その家の中に時計もないし、パソコンも携帯もテレビも何もないんですよ、はい、で自分はまあ4ヶ月ぐらいいたので、まず外に出た時に気づいたら令和になっていたっていう。時代が令和に変わるとともに住屋さんの状況も一変。 YouTube の登録者数は動画投稿をしていなかったにもかかわらず100万人増加しました。そしてはい、そうなんです。街を歩けばこうスター張りの大歓声でボディーガード3人ついていたこともあるそうなんです。さらに歌手デビューもしまして、フィリピンの J-POP 部門で1位を獲得するなど大人気。そんなフミヤさん、去年念願のアパレルブランドを立ち上げます。本当に、去年やっとスタートできまして、こうフィリピンと日本の架け橋になりたいっていうのはやっぱずっと思ってるので、それブリッジ
から D を抜いているのは世界からディスリーをなくしたいという思いからなんだそうです。でもなんか日本語を入れたいっておっしゃってましたけど、はい、それは、うん、あのまだ叶ってないですよね。あ、そうなんです、はい、これからこれから やりたいなって思うんですけど、愛とかね、はい、愛とかいいですよね。さあ続いては、おはようございます、僕たちはワイオリーです。数々の人気俳優が所属する事務所